どうも、皆さん、こんにちは。チャックバスです。本日はですね、マリオットモンモンホテルの規約変更解説、プラスアルファということで、動画ね、やっていきたいなと思います。ということで、早速ね、内容に入っていきましょう。マリオットボンボイがですね、規約変更を6月14日にね、いたしました。規約はね、こういった形になっておりまして、変更点はですね、ちょっとそれみたいな感じなんですけども、必要ポイントまたは無料宿泊特典が引き落とされずに予約に送付されなかった場合、デスクに連絡する必要があるっていうのがね、明記されました。またね、ポイントや、無料宿泊特典がない場合でもですね、予約できてしまった場合はですね、キャンセルされるか、またはもしくは有料の料金ね、変更される場合があるっていう風になりますんで、まぁ、ちょっとね、これわざわざこっちでやんなきゃいけないのみたいなのは、ちょっとね、規約に記載されたっていう風になりますんで、でまあこちらはですね一応覚えておいていただきたいななんていうふうに思います。ツイッター等々でもですねその必要ポイントがないのに予約できてしまったみたいな、まあこういったのもですねマイナスになってるポイントがみたいな、だからポイントアドバンスっていうのはねちょっと一時期前まであったんですけども、まあこちらはね3月末ぐらいに終了したので、今現時点ではポイントがなかったり無料宿泊特典がない状態で、まあ、予約できること自体がねおかしいんですけども、まあこのポイントアドバンスのシステムが残ってしまってるのか、まあできてしまうみたいですので、まあもしねこういった場合になったらご自身でねあのデスクに連絡する必要があるっていうのが規約にね記載されてしまいましたので、ちょっとねこれはマリオットのねシステム側の話なんで、それをわざわざこっちに言ってきてこっちがデスクに連絡するっていうのはまあなんだかなっていう話なんですけども、まあこれがねあのキャンセルされるんだったら別にいいんですよ、無料でね、無料でキャンセルされるんだったら別に何の問題もないんですけども、これがキャンセル規定とかに引っかかって有料のねキャンセル料金が取られたりとかね、またね有料の料金に変わってそれがキャンセルできなかったりね、まあこういった場合になるとね非常にめんどくさいななんていうふうに思いますので、まあこういったことが記載されたことについてはですね頭ね入れといていただいて、もしね陥った場合にはデスクね連絡していただければななんていうふうに思います。それでは次ですね、マリオットボンボンホテルは新しいね、ホテルブランドを、計画していることをね、発表いたしました。こちらはですね、公式サイトがこういった形になっておりまして、こちらね、ミッド X スタジオっていうものかな。ちょっと読み方はわかんないですけども、まだね、基本構造みたいな感じで、こういった感じのね、写真しかね、ないわけなんですけども、こちらをね、計画していることを、発表したんですよね。で、ちょっと前にですね、マリオットボンボンホテルはシティエクスプレスっていうね、メキシコ75都市とラテンアメリカ3国で152件をね、展開しているシティエクスプレスっていうホテルグループもですね、買収して、シティエクスプレスバイマリオットみたいな感じでね、今、営業しているわけなんですけども、まあ、これとは別にですね、新しいね、この、ミッド X スタジオっていうのをですね、計画しているということで、こちらね、長期滞在型で利用することができて、またね、リーズナブルな価格設定をね、予定しているということで、1泊ね、80ドルぐらいで利用することができて、通常ね、20泊以上のね、長期滞在型のホテルをですね、提供していくみたいなんですよね。で、これもですね、長期滞在型ということで、客室内にはですね、キッチンとかクローゼットスペース、またね、敷地内にはゲストランドリー、ジム、ペットフレンドリー、まあ、こういったものをですね、備えた、ホテルっていう風になっておりまして、まだね、先ほど見せた写真しかね、ない感じなんで、まあ、どういった仕上がりになるのかね、わからないわけなんですけども、ちょっと前にですね、私の動画で、ヒルトンホテルがですね、H3 プロジェクトっていうのをね、立ち上げて、まあ、これもね、20泊以上の長期滞在向けのね、キッチンとかついているようなホテルをね、計画しているっていうのはね、動画出したと思うんですけども、まあ、それと同じっていうか、まあ、これに追従してきた感じなんですかね。今ね、アメリカのこのトレンドは、このホテルに長期滞在する、まあ、多分、リモートとかは進んで、まあ、こういう需要がね、増えてきているのかな、なんていうふうに思うんですけども、まあ、ヒルトンがね、先にこういったのを発表して、まあ、今回ね、マリオットが、この長期滞在型のね、向けのホテルをですね、発表したっていうふうになるんですよね。この前ね、ヒルトンはもう、パークっていうね、ホテルを、今年中にね、開業するっていうのも言っておりまして、またね、H3 っていうね、プロジェクトも立ち上げて、今回マリオットがですね、ミッド X スタジオズっていうのを、まあ、計画しているということで、まあ、新しいね、ホテルブランドがね、またどんどん出てくるということで、こちらね、まあ、長期滞在型ということで、まあ、ラグジュアリー感とかね、そういうものは、まあ、ないと思うんです
ですけれども、これはね、ちょっと止まってみたいですよね。まだね、発表された段階なんで、いつね、出来上がるとかね、まあ話はないんですけれども、スパークスのヒルトンだけは年内開業ね、予定しているみたいなので、こちらちょっとね、止まってみたいですよね。まあこういったね、流れになっているっていう風になりますんで、まあこちらね、ぜひ覚えておいていただきたいな、なんていう風に思います。あとね、補足情報にね、近いんですけれども、シンガポールにですね、こちら、アロフトブランドがですね、契約締結ということで、こちらね、ヒープ、ちょっとね、読み方がわかんない。こちらの会社とですね、マリオットが提携して、アロフトシンガポールノベダっていうところにですね、アロフトブランドで、世界最大785室あるね、ホテルを開業するっていうのを発表したんですよね。こちらのこの会社はですね、高級住宅とか中層住宅とかね、まあ、ホテル兼商業施設なんかをね、やっている会社らしいんですけども、こちらとね、マリオットが手を組んで、このね、シンガポールのノベナっていうところに、初のね、アロフトブランドをね、開業予定っていう風になっておりますんで、これもね、ちょっと利用してみたいですよね。アロフトブランドで785室ってかなり巨大なホテルですよね。はい。ということで、一応こちらもですね、2023年第3四半期にオープン予定っていう風になりますんで、まあこちらもね、ぜひシンガポール行かれる機会がある方はですね、ぜひね、チェックしてみていただければなと思います。ということで今回ですね、マリオットボンボーホテルが規約変更をね、行いましたので、それとプラスアルファでね、解説させていただいたわけなんですけども、まあ、今回の規約変更はね、非常にちょっと不信感が残るね、内容でしたので、これはね、早くね、システムをどうにかしてもらって、消去してほしいですね。ちょっとね、このこっち側でね、何かしなきゃいけないっていうのは、ちょっと面倒ですよね。しかもまあ、ポイントで宿泊予約を取って、それがで、ないのにできちゃったっていうのはね、まあ、こっち側の話じゃないですよね。ですんでね、これはちょっとどうにかしてほしい部分ではありますよね。はい。ということで、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE 公式アカウントね、やっておりますので、ぜひね、チェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。